インターラーケン行きの鉄道に乗っております。そこからですね、ずっと念願だったユングラフィオフォに行きたいと思います。インターラーケンっていうその麓の町にいるんですけど、ここからグリーンデンワールドっていうまた、1個ちょっとまた上がっていくんで、そこからまた上がっていくんですけど、とにかくこのピーカンデリ見てください。上もこのピーカンデリだということを期待していきたいと思います。すごく天気に恵まれてますし、なかなかこう天気がいいっていうのは、ね、珍しいということなので、本当1日しかない中でこの天気に恵まれて本当に僕たちは幸せだなと思います。両親がねこうハネムーンで来たということで、それをなぞってるような形で、親子だなと思いつつも、嬉しいです。やっぱね、山好きなのはね、父親譲りの DNA なのかな。これでまずはグリーンデンバルドに向かいます。ですね、我々は今グリーンデンワールドの駅に到着しました。で、ここから一旦降りてちょっとその薬を買って、抗酸化の薬を飲みます。うわすごい住みたいなこのところ。はい、今はグリーンデンワールドから乗り換えで、名前読めないんですけど、でこれから1個アインシュタインが止まって、また乗り換え2回、あと1回2回ぐらい乗り換えますというところで、今は、見ての通りこういう景色にいます。地球って大きいな。見えてるかな、登ってる感じが伝わるかな。はい、中間地点に来ましたが、見えますでしょうか、このえぐい、えぐすぎる。おお、気をつけて、危ないよ。気をつけてね。こっから落ちたらどこまで落ちるか分かんないけど。これからユングラフィオフ鉄道に乗ってトップオブヨーロッパまで行きたいと思います。我々が乗るのはあれでございます。ユングラフィオフ鉄道に、無事ね、右側の席に座りました。それで今この景色からユングラフィオフトップオブヨーロッパに向かいたいと思います。また頂上で、あのとこによく鉄道作ったよな。今は、ユングラフィオフの1個手前の駅のビューポイント、あの鉄道が5分だけ止まるってことなんで、うわ水が、うわ冷た、染み出てます。うわすごい、すごい氷河が、うわすんごい眩しい。3454メートル。でこれでどうすんだ。トップオブヨーロッパです。トップオブヨーロッパです。まあ、この今普通ビジターセンターみたいなこの鉄道駅に着いて、ここのグレーシャーゾーンって言って、この先多分アイスの道なのか分からないけど、こう歩いてここからエレベーターで展望台に行けると。でここが3571メートルです。ここがトップオブヨーロッパ。ぐわーって景色見た後、またこう歩いてここよく分からないエリア行って戻ってくると、そういうツアーになっております。このお水は 5.9 フランした。だから700-800円くらい。世界で一番高い水だと思ってる。でさっきカップラーメンあったんですけど、8.6 フランで1200円。コンビニは10倍。もっと頑張れよレストランって感じ。コンビニ10倍。はい、あ結構寒いね。この道をマイナス3度です。歩いていきます。ではでは。まさかの洞窟の中に。
こんな液晶がすごいね。なんか歴史のツアーみたいになってるんだね。乗りましょうか。鳥がいた。鳥すごくない？ここだ。すげえ、雲の上にいるわ。鳥がいます。なんじゃこりゃ。なんでこんなところに鳥いんの。ていうかね、足元怖すぎ。高所恐怖症には無理だろう。うわすごい。あっちの方に見えるのが最後グリーンデワルド。こっちにはグレーシャー、氷河があります。日本人はいないけど韓国人と中国人が少しいるね。急にディズニーランドとかみたいに来た。元気でございます。嬉しい、それが一番、うんね、皆さん人生一度絶対来る価値ありますよ。本当に感動します。もういろんなとこ見ましたけどね、ここナンバーワンかもしれませんね。この美しさとこの自然と地球を感じれます。昔の人たちがこういう器具でね、やばいね。少しずつみんなで、はあ、こっから先は全て壁が氷です。うわすげえ。足元も氷です。触ってみたいと思います。うわ冷たい。うわすげえ冷たい。めっちゃ硬いよ。しかももちろん、うわすごい、全てが氷でできてます。ついに出たいと思います。氷河の上に立ちました。うわすごい、めちゃくちゃ滑る、うん、すげえ。やばやば。あそこに天文台が見えますね。なんか上にあるチョコレート工場に来ました。スイスのチョコレート初めて知ってます。いやどうや高いでしょうね。ここまずここにある時点である。なんか買ってこようよ。はい、ユングラフ4から戻ってきました。でもここのね、やっぱりこの景色は爽快ですね。いやこうやって朝ここに来てね、どういう旅になるかなといろいろ考えてましたけど、いや素晴らしかったね。とても楽しい旅でした。本当に来てよかったね、うん、これは本当一生残る。一緒に一回一回来た方がいいね、うん、本当におすすめします。可愛いおじちゃんがいたんですよ。可愛いおじちゃんとおばあちゃんがいた、うん、ね、孫に連れてきてもらったのかな。そうそう孫だ、うん、でね、チョコあげてね、おばあちゃんがね耳元でねキュンとしちゃった。かわいかった。おじいじゃないから、喋るのゆっくりだからかわいいよね。最高でした、ユングラフ標高。またね、いつかね、またいつか、うん、冬ね、冬ね、冬、冬ぐらいのね、冬かよ、うん、あえて来ていただきます。事実ですね、ようやくグリーンデンワールドに到着しました。実はね、あれあれ我々ね、あれあれっていうか、グリーンデンワールドじゃなかったんですよ、さっき着いたのは。グリーンデンワールドターミナルってところで、ここの降りたところにあるところなんですね。ということでですね、ちょっとこの街を散策したいと思います。あ、ちょっとアウトドア系のブランドが、もうモンベルもある、うん、行ってみようか。
あるね。スーパーもスーパーもあります。なんかアウトレットみたいじゃない、うん、雰囲気そういう感じです。とこれ一番でかいドーンってあるのがこれがアイガーっていう山なんですね。何メートルか知りませんけども、こう、うん、アイガーさんとグリーンデンはマジでさ、ここ住んでさ、日本の弁当屋さんやりたいな。絶対みんなおにぎり食べたくなるもん、ここで。で、冬は豚汁とかさ、ラーメンとか作ってさ、かわいい。クロバブウォッチングめちゃくちゃいい席でございます。ここでようやく我慢した。おお、ビール最高。最高。あのね、いろんな国行ってました。結構ね、トップ3ですよ。まあ、1位でいいかもしれない。グリーンデンワールドめちゃくちゃ好きだ。まあ、こういう雰囲気見せてくれる好きだし、あのカナダのバンフォーもいます。で、2位は1位ドラララ、グリーンデンワールド。2位、バンフォー。3位が、コペンカムステルかな、コペンハーゲンかな。アメリカ、アメリカ行ったのにアメリカ入んないんだ。アメリカが一番住みたいんですよ、文化的に。